はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号1へ、はい、今夜も佐渡島からお送りします。今日は6月の18日ちょっと早めで夜の10時過ぎたとこです。なんでかっちゅうと明日は、日曜日6月19日の日曜日は、酒の会をやるもんですから早めにちょっと取ってあげて早う寝ようかなともう思っとるわけでして、でちょっと今日は酒は控えて明日に備えようかなとも考えておりまして、このノンアルコールの、甘酸っぱい甘酒麹のお乳をここに用意してちょっと一口飲みながらやってみようかと思っております。まあこういうのは毎日飲み続けることで、腸が元気になってくる、活発になって体の中から、調子を出てくるようになるんだと思うんですが、毎日続けてください。そういうやつです。この甘酸っぱい味が何とも言えません。実際甘いんだけど、まあ酸っぱみもあるもんで結構飲めるなと。ついつい飲みすぎて 1回にもう半分以上、もうほとんど1本飲む時もあるんだけど、まあいや、その話は置いときまして、麹のお乳です。腹の調子がようなるような気がします。ぜひやってみてください。ほんでまあ酒を燗して飲むことで今回も、明日のその酒の会やるわけなんですけども、テーマが暑い時、お天道様が照って暑い時こそこう熱して飲もう、暑い時こそ熱く飲めというテーマというか歌い文句でやるわけなんですが、まあ暑い時って言うとまあ普通に考えれば冷てえもの飲みてえになるわけなんですけども、まあ酒というか日本酒っつうのはやっぱり燗してこそ味が出てくるんじゃないかということで、そのなんていうかな、大昔のそれこそ戦中戦後戦前か戦前までの、飲み方とは今は違うんだと思います。昔その戦争やっとった頃の酒っつうとやっぱり寒い時に本当あんまり着るもんもねえで、食うもんもろくにねえでっていう、そういう時代に寒い時に大人たちが、まあ、体を温めるために酒を飲んでこうだましだまし、寒さをしのいどったんだかなと。そういうことをするためにも、酒を燗して飲んどっただと思うんですわ。だけど今のこのご時世、冷暖房ある、着るもんももう中に着るもんもいいもんもありゃ、外に着るあったけえもんもあるし、下にズは靴下だとか履くそのズボンとか、ズボンの下に履くようないろんなもんがあって、まあ暖房とかいろんなもんあるわけですから、その酒を燗することで体を温めて寒さをしのごうっていう役目っつのはあんまりねえと思います。まあほとんどねえと思います。それよりもまあ燗するのは酒本来のというか、酒の中にこう冷やの時に隠れとった時のと隠れとったような味が、冷やでは味わえんかったようなそのうまい酒のうまい部分が出てくるを引き出すための燗っていうことをやるための、まあ何ちゅうか酒を温めた飲み方なんだと思うんですわ。なんかよううまく喋れませんけど、温まるためのもんだけじゃねえと。それより今はもう酒本来のうまみを引き出すための燗プラスあったかい料理、これを楽しむために、あえてじゃねえけど、夏であろうが冬であろうが、夏であろうが秋であろうが春であろうが、酒を飲むときはやっぱり日本酒を飲むとき、純米酒を飲むときは燗してみようっていうことで、明日やってみます。4時から。天気は大丈夫そうです。外でもしかしたら、日没までとなると7時過ぎぐらいまで明るいわけですから、いや7時過ぎぐらいまでに日が沈まんでおるわけですから、長い長い、会になるかもしれませんが、その辺はまあ頃合いを見計ろうて終わりにせんきゃなりませんが、
とにかく、明日はその酒の味を楽しむための手段としてのおかんっていうのと、まあちゃんこを皆さんに楽しんでもらおうと考えております。はい、まあ自分一人がなんか楽しんどるような期待しとるような感じもありますが、今日はこのぐらいで終わりにして、ちょっとアルコールなしでもう寝てしまおうかなとも考えておりますんで、以上佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会でした。